この放送は、もちづきさんの提供でお届けしております。もちづきさんどうもありがとうございます。あ、補足がありますね。来年絶対に紅白に出たいと思っている若手超絶美人レコード大賞新人賞演歌歌手、もちづきさんでございます。これ。 <laughs> あの、ご本人じゃないですね。別の方が、えー、もちづきるかさんを応援してくださってる方が、この、えー、スポンサー枠ーを購入してくださったっていう感じですね。ご本人が別に、私は若手超絶美人レコード大賞新人演歌歌手ですって言ってるわけではなくて、えー、ですが、もちづきるかさん。 来年絶対に紅白をで、に出たいと思っているっていうことなので、ぜひね、目指していただきたいなと、叶うといいなと思っております。えっと、バンドザウルスの YouTube チャンネルのですね、最新動画がアップされました。えっと、ティラ様がですね、20代の若者の悩みに答えている動画なんですけど、これどれぐらいの動画かな ?7、8分ぐらいのやつかな動画なんですけども、 いいこと言ってんすよ、恐竜のくせに。あのー、まあ、中身僕なんですよ。中身僕で、20代の子に相談されて、なんか、まあ、ビジュアルはふざけてるからさ、ティラー様って顔が恐竜だからさ、ビジュアルふざけてるから、中身までふざけちゃダメだろうっていうことで、本気で、相談に乗ってるんです。相談に乗ってるっていうか、まあ、人生のね、先輩嫌だね、もうそういうの。 あのー、まあ、でもね、その、長くは生きてるわけですから、いろんなことを経験してるわけですから、20代のね、学生さんとかよりかは。なので、自分のこの経験からね、こういう時こうした方がいいかもね、みたいなことを言ってるわけですけれども、いいこと言ってんだよ、この恐竜が意外と。ちょっと後ろに音楽流れてるから、気抜いたらちょっと泣きそうになっちゃうぐらい、いいこと言ってんですよ。で、 その動画がアップされたので、ぜひね、この、えー、見ていただきたいなと。このチャプターの概要欄の方にリンク貼っておきますので、見ていただきたいなと思うんですけれども、ちょっとね、最近一つ夢ができまして、私。あの、ティラ様としての夢ができましてね。 バンドザウルスはですね、幕張メッセでデビューするんです。今度10月の28日に。まあ、それっていうのは自分たちが仕掛けている、えー、ステージじゃないですか。そこに自分たちが仕掛けている、えー、バンドザウルス、ティラ様っていうのを出してるだけなんですけども、どっかでオファーされたいなと思ってます。オファーを出されたい。ティラ様にオファーです。あの、しかもアーティストとしてじゃなくて何かの えー、トークの対談、ゲストみたいな感じで。あれこの人、おしゃべりでも評価されてんのみたいな。この恐竜、おしゃべりでも評価。その中身西野とか一切なしでね、もうそれだったら僕絶対出ないんで。じゃなくて、最初から最後までティラ様として扱ってくれる、くださる、えー、YouTube チャンネルなのかメディアなのかわかんないですけども。そこに出るっていうのが、 一つ目標としてできました。でも、もしかしたら今日アップした動画みたいなのを、あの、懲りずに上げていたら、この人呼ぼうかな、みたいな、なるかもしんない。もしかしたら似たような企画で、ティラ様に相談するみたいな、あ、企画が出てくるかもしんない。 あるいは、ティラコンサルみたいなのが出てくるかもしんない。ちょっとその辺はですね、えー、オファーを <laughs>、待ってというか、自分で仕掛けることはいくらでもできるんで、しかもそれが、まあ、までかいステージ作ることもできるんですけど、そっちじゃなくて、あれニーズあんのみたいな。ティラ様のおしゃべりニーズあるんですかみたいな。それちょっとやってみたいな。 それ、えー、今度一回、えー、オファーが来たらですね、ぜひ受けてですね、皆さんにお知らせできる日が来ればいいなと思っております。えー、当面の目標はそちらでございます。とにかく、えー、このチャプターの概要欄の方に新しい動画アップしておきましたので、チェックしてみてください。というわけで、ニストさんの朝礼、今日もよろしくお願いします。どうも、キングコングの西シ黄キロです。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン、西シ黄キロエンタメ研究所の運営をしたりしております。 さて今日はですね、文化祭みたいなノリが昔も今も好きというテーマでお話しさせていただきたいと思います。ちょっとね、お前それ文化祭ノリじゃねえかみたいなことって、クロートの世界では馬鹿にされがちなんですけれども、好きなんですよね、僕が。文化祭のノリがみんなで、あの、間に合わない頑張れとか急げとか、もう明日だぞみたいな感じで、 ええ、とんかち持ってさ、このとんちんかんちんやってる、ああ言ったもの、あと友達同士で模擬店出してさ、模擬店っていいね、ええー、を出してさ、 なんかこういらっしゃいとか言ってるあの感じがすごく好きなんですけども今日はちょっと、えー、その踏み込んだお話をさせていただきたいと思います。えー、本題に入る前にお知らせをさせてください。西野と学ぶ英語勉強会。忙しい方でもゼロから挑戦できる英語学習法というのがですね、えー、9月9日土曜日19時から、えー、ございます。オンラインは、えー、と勉強会ですね。こちらアーカイブ残りますのでこの時間にちょっと合わないよと。えー間に合う えー、こちらはですね、大手英語コーチングサービス、イングリッシュカンパニーを運営するですね、えー、岡健作さんをお招きして、英語のですね、もうなんか英語勉強のストレッチみたいな、それがめっちゃ くっちゃ重要ってことは分かったんですけど、英語勉、英語の勉強をやる前に、ここを抑えた上で、英語の勉強をスタートした方が、より効果的に英語が入ってきますよ、みたいな、効率的に入ってきますよ、みたいなお話を伺いました。非常にためになる、英語勉強の、まあ、だから一歩目ですね、えー、学びましたんで、ぜひね、興味がある方は参加していただきたいな、と思っております。まあ、多分これはあるじゃ、あれじゃないかな、 今回ご購入いただいた方に追加で何か情報が入ってきてあまあ、勝手なこと言えないなえー、まあいいや、えー、興味がある方はですねぜひチェックしてみてくださいジムニータウンのオンラインストアから、えー、購入することができますよろしくお願いしますそんなこんなで本題に入りたいと思います今日はですね 文化祭みたいなノリが昔も今も好きなんですというようなお話でございます。えっ、ー、と、舞台テイラーバートの千秋楽から間もなくですね、1ヶ月が経ちます。ありがたいことにテイラーバートのオンライン配信チケットはですね、 今も売れ続けていて、これすごくないもう1ヶ月ぐらい経つよ。今も売れ続けていて、で、昨日の時点でオンライン配信チケットは9100枚を突破しました。ありがとうございます。こちらアーカイブは9月末まで残りますので、この機会にぜひご覧いただきたいなと思います。チケットはテーラーバットの公式ホームページからご購入いただけます。さてですね、この夏は本当にドタバタしておりまして、この かんにもですね、短編コマ取りアニメーションボトルジョージの制作が、もう本格的に、まあ前から作ってたけどね、2020年から作っていたんだけど、いよいよこの、えー、動き出したっていう、えー、本格的にスタートしたりですね。で、京都、 明日はですね、2025年に行うミュージカル煙突町のプペルの大劇場版のオーディションが朝から晩まで入っています。嫌だね、人をなんか選ぶっていうのは胸が痛いけども、朝から晩まで入っています。で、その他にもですね、様々なプロジェクトが同時に進んでるわけですが、そんな中ですね、いよいよ準備が佳境に、えー、突入し始めたのが、10月28日土曜日に幕張メッセで開催する狂気の 盆踊り大会、煙突町の踊るハロウィンナイトでございます。一般チケットは完売となりましたが、皆様チケットは取られましたでしょうかどうやら、どうやらとんでもないイベントになりそうなので、会場に来られる方はですね、今回の景色を隅々までね、えー、堪能して覚えておいていただきたいなと、思い出にしていただきたいなと思います。その煙突町の踊るハロウィンナイトですが、やっぱりね、 盆踊り大会なので、会場はですね、出店、屋台に、やっぱ囲まれておいてほしいじゃないですか。お祭りってやっぱりベビーカステラとかさ、たこ焼きとかさ、がデカデカと書いてある、あの屋台があって、世界観が完成するじゃないですか。あれ、込みですよね。あの、色味とかさ、あの、商売してますせ感がぐちゃぐちゃに渦巻いている空間に、僕らは子供の頃、えー、吸い寄せられていたと。 なので、今回の煙突町の踊るハロウィンナイトもですね、最初の空間デザイン会議からですね、どういった空間にするんだっていう会議の時からですね、もう屋台ありきで考えていました。お客さんにも出店してもらおうと。ここもありきだよねっていうことで、えー、空間デザインを考えていました。ただ、 ただね、どういった形で出展してもらうのが全員にとって幸せなのかっていうところでえ、少し悩んでいたんですけれども、この度ですね、結論が出たので共有させていただきます。えー、10月28日土曜日に幕張メッセで開催する狂気の盆踊り大会煙突町の踊るハロウィンナイトの、えー、屋台出展に関してはですね、 スペース貸しという、えー、ブース貸しという形を取らせていただきます。場所貸しですね。えー、ブースっていうのは。ブースのサイズはですね、一ブース、えー、幅が2.7メートル、奥,奥行き2.4メートルです。横2.7メートル、えー、縦2.4メートルっていう広さです。もっとスペースが欲しいっていう方はですね、2ブース、3ブース押さえてください。そして、ここが大切なので、 ちょっと皆さん頭の中でね、興味がある皆さんちょっと頭の中でそろばんを弾きながらよく聞いてください。イベントはですね、14時半スタートで21時過ぎまで。この間ずっとイベントやってます。で、えー、お客さんは8500人から9000人ほどです。で、えー、と、出し物というかステージ上の出し物の合間は結構あります。結構ある。 だからお客さん、8500人、9000人のお客さんが、えー、その屋台周りをうろうろしている時間は結構あると。その上でね、その上で出店料は税込みで11万円です。そして、そしてここ、ここ大事。売上げに関してはですね、売上げね、その屋台の売上げね、売上げに関しては1%もいただきません。 売れた分の20%を運営に収めてくださいとか言わないです。その屋台の売り上げは100%出店者さんに持って帰っていただきます。そっちの方が燃えるじゃないですか。楽しいじゃないですか。でね、えー、今回スペース菓子という形を取らせていただいた、えー、理由なんですけれども、一ブースにつきスタッフは何人まで参加 OK にするっていう話になった時に、 まあ5人ぐらいじゃないっていうことでまとまりかけたんですけれどもまあこれ言ってしまったらですねこの5人って今回のイベントにお客さんとしても参加できるわけじゃないですかスタッフで参加しているとはいえですね会場の中にもう入っているわけですね、えー、なのでそしてスタッフとお客さんの違いなんでこれ誰にもわからないわけだからスタッフとして参加しているのにヤグラステージの最前列まで行って盆踊りを堪能するっていうことはまあ可能ですよねそう考えたときに 5人で割り勘してスペースを買って、そこにお店を出さずに、ブルーシートでも敷いて、自分たちの宴会スペースとして使う人も出てくるんじゃねえかっていう話になったんですね。えー、ちなみにですね、バンドザイルスはお店屋さんごっこがしたいっていうピュアな動機からですね、自分たちでブースを買ってですね、<laughs> 自分たちで買うんですよ、これ。もう運営手伝ってるから無料でいいし、でしょとかじゃなくて、自分たちで買うんですよ。自分たちでブースを買って、 で、恐竜印のベビーカステラ屋さんをやるし、チムニータウンもですね、自分たちでブースを買って、ハイボール屋さんをやるんですけども、ただみんながみんなね、お店をやりたいわけじゃないし、やっぱり自分たちの宴会スペース、休憩場所としても使いたいっていう人も、中にはいるかもしれない。で、そういう人をどうするかって話になったんですけども、これがスタッフ、えー、満場一致でですね、 いや、そういう使い方もありでしょうとなりまして。で、いろんな使い方ができるようにスペースがしという形を取らせていただきました。こうしておけば、そんな使い方するのっていう思いもよらぬですね、アイディアとかも飛び出してきそうで、その辺にもちょっと注目しております。期待しております。まあ、個人的にはね、ベタな屋台、たこ焼きとか、焼きそばとかがあるとですね、ビジュアルとして嬉しいかなと。あと、スマートボールとかね、輪投げとか、ああいったものもあると嬉しいですね。まあ、ちなみに、え、屋台の準備はですね、当日の、ツイの朝からスタート。 スタートしていただいても構いませんし前日の夜からスタートしていただいても構いませんつまり、えー、屋台を出せばですね合法的にリハーサルが見れるっていう特典付きですね もうなんだかもう文化祭前みたいな雰囲気が出てきて、いよいよ面白くなってまいりました。煙突町の踊るハロウィンナイトでお店を出したいという方はですね、このチャプターの概要欄の方にですね、応募フォームのリンクを貼っておきますので、注意事項や条件をよくよくお読みになってからエントリーしてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野昭弘でした。じゃあ、まったねー。 すいません。最後にお知らせをさせてください。えっ、ー、と、YouTube のですね、サブチャンネルが、えー、スタートしたんですね。で、これ何をアップしているかというとですね、v o i c y の、えー、4年前の、えー、トークをですね、順々に出していっていると。 なので、4年前の西野が何を考えていたのかっていうのはどんなことを考えていたのかっていう、その答え合わせができるようになっているんですけども、これめちゃくちゃ面白いので、え、4年前にこんなこと言ってたのみたいなんが、えー、あるので、ぜひこれ聞いていただきたいなと思うんですけども、ボイシーでさ、4年前の投稿を遡るのちょっと大変じゃないですか。 なので、ちょっとサクッとね、検索できるように、YouTube の方に4年前の投稿を、えー、投稿、トーク、おしゃべりをですね、投稿させていただいております。ちなみに、えー、今回の今日のテーマはですね、オンラインサロンはもう稼げないですよっていうのを喋ってます。4年前にね。2019年にもうオンラインサロン、多分オンラインサロン、みんなが興味持ち始めた頃なのかもしんないですね。 で、その時にはもうオンラインサロンってうのはその稼げると思ってやるもんじゃない。そのオンラインサロン始めたらなんかお金がいっぱいもらえると思ったらそれは大いなる勘違いだよっていう話をですね、2019年にしておりますんで。 なぜ、えー、それが無理なのかっていうお話もさせていただいておりますんで、興味がある方は、このチャプターの概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひ聞いていただきたいなと思っております。そして、えー、そちらのサブチャンネル、だいぶ面白いことになってますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野明宏でした。じゃあ、またね